男性はなんかこれをやって当たり前っていうのがないよね。ない。もうなんか何やってもすごいシャボよ。すごい話。やばい、声が出なかった。我没有被宠坏。但是あ、なんか中国語なんか結婚しなきゃよかった。靴下で。靴下で冗談冗談。と仕事。責任感があるかどうかって大事。結婚ってなると顔顔顔。はい、皆さんこんにちは、しょうこです。ナナです。台湾に住んで2年になります。今日はなぜナナちゃんをね呼んだかというと、最近ねインスタの方でなんかいつも動画見てるよっていう日本人の女の子からコメントをいただいてね、チラと同じように、その台湾男性と今付き合ってて、それでいつも動画見てるんだけどすごい幸せそうで、あ、わかる。でも実際なんか本音を聞きたいなみたいな、例えば文化の違い、あと言語とか。ナナちゃんは付き合ってどのくらいで結婚したんだっけ？で、付き合って1年で結婚して、で、結婚してもうすぐ4月で2年になる。でもまあ私たちはね、もう結婚してね2年ぐらい経つから、うん、もう慣れてきてね。そうそう、もう完全に結婚生活を送っている。今日はまず国際結婚で問題なのって言語の壁。壁ね。私の場合は中国語話せてたから、うん、最初からね。そう、私はさ問題だなって思ったことなかったんだけど、どうですか？でも私はフィリピンで会ったんですね。え、フィリピンだっけ？そうそうそう、英語留学しに行って、なんか、うん、その時は中国語はニーハオ知ってますみたいな、あ、ニーハオねみたいな、中国語、はいはい、ニーハオねみたいな、わかる、なんか中国語って言ったらニーハオ、あ、そう、ニーハオ、シェシェシェみたいな、あ、ワイニワイニこの3つしか知らなかった。で、なんか、まあ、付き合い始めまして、うん、で、台湾に住もうってなった時に中国語を勉強しようってなるんだけど、うん、超難しくて、中国語めっちゃ難しいと思う。中国語ってなんか発音、そう、発音めっちゃ難しい。日本語に全然ないし、なんか語学学校でなんかじゃあチューチューって言ってみたいな、でチューチューって言っても、うん、チューチューって、そう、伝わんないの私の発音じゃ。え、チューチュー、いくチューチューはチューチュー、え、なこれ言えないの私これ。で、言えないのね、日本語の発音にない音だから。それ日本語で なんて意味？出かける、ああ、出去。そう、ほら、わかんないの私の中国。なんか私台湾人みたいな。出去。そっか。分けられなくて発音が、あとご飯ご飯かとか。あ、これは伝わるんだけど流れで。これ難しい、わかる。難しい。そういう伝わんないっていうの結構あるし、だし、なんか喧嘩になりましたって、じゃあ旦那さんと私と喧嘩になりましたって時に。もう一番なんか何なのってなっちゃう。そう言ってた、さっきさカフェしに行ったんだけど、なんか言語がそのお互いそんなにさ、うん、語り合えないから。そう、語り合えない、喧嘩になりにくい、なりにくい。なんか喧嘩したいけどさ言えないもんね。なんかね、喧嘩にまずならない、喧嘩になるレベルに私の中国語がないから、もう怒って、そ、なんでこのコップ片付けないのとか、日本語だったら、え、なんでこのコップ片付けないのって。わかる、わかる。なんか感情のさ、出し方がわかんないよね。このコップ、なんで片付けないのって。ロボットみたいになってる。旦那はさ、聞いて面白いじゃん、その中国語。すっごいわかる。なんか本当は怒ってるんだけど、ちゃんとした言葉でこうやって話さないといけないから、うん、私はなんかそんなに本気で怒ってないかなって思うよね。そう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 。だからあっちはさ、なんか結構怒ってるつもりで言っても、なんかはい、ごめんねってなって、で、なんか私もあ、そんな感じで来るんだと思って、全然いいよってなっちゃう。で、いつもさ、旦那さんのものまねがさ、ほんとこんななの、いつもこんな感じなの。ほんとこんな感じ。ほんとでね、なんか日本女性って我慢強いと思うんだよね。で、なんか思ってもこれプライド傷つけちゃうかだって思っちゃうの私。そう、心配して、なんかちょっとなんか待ってみようみたいな。そうそう、機会与えてあげようみたいな。そうそう。だから言語の問題は実際そんなになんかコミュニケーション取れなくても、いや、なんかね、うん、なんかまたいけるやつは、なんか結婚してからどんどん、じゃあ一緒になんか分かる、なんかね、頑張っていこうみたいになるよね。そして
文化問題、文化の違いある？ある、超ある。なんかさ、突然言われるとさ、なんだろうって思うんだけど、実際多分生活してる中でいっぱいある。まあ、文化っていうのかな、わかんないけど、一番なんか今まで全然受け入れられてないのはってやつ。待って、これわかる。でもさ、旦那だけじゃないよね。そう、旦那だけじゃない。でもなんか旦那とこんな3年間一緒に住んでてもまだなんかはって思っちゃう。日本人がはいっていう感覚ではっていう。そう、あの日本でははってさ、ヤンキーヤンキーとか、もう本当に多分あの恋人同士とか喧嘩した時には、何言ってんの感じじゃん、うん、でも台湾は普通になんか、なんて言ったみたいな感じで、はって日々はそれ言わないから。いいな、なんで。本当さ、台湾のさ、うん、それはすごい言うのね、生活してて。でもそれ私のは言わない。あ、私もなんか友達とは言ってるけど、私の前では言ってない。なんか私が勉強しちゃうから、それそうそう学んじゃうから。なんかアグリ中に日本女性はなんかもうおしとやかで、そういう言葉遣いを使ってほしくないみたいなって言ってて、あとなんだろう、文化、なんかすごい私に自由を与えてるっていうか、なんかもう生きてるだけでなんかすごいよみたいな、散歩歩いたらすごいよナナみたいな。ね、わかるよ。なんかさ、日本人と結婚したことないからわかんないけど、だって日本人男性と結婚したら、うん、女性は例えば共働きでも、女性は夜なんかちゃんとご飯作って、はいはいはい、洗濯物とかも女性がやって、子供の世話も女性がやるっていうなんか考えな気がするの、うんうん、でも台湾男性はなんかこれをやって当たり前っていうのがないよね。ない。もうなんか何やってもすごい。シャボンよ、シャボンよ。やばい、声が出なかった。みんなそうなんですか？台湾男性って。フリーさんもそうでしょ。なんかご飯、あ、今日疲れたからご飯作りたくないとか言ってもさ、なんか適当っていうか、何かを提案すれば、あ、いいよって、何でもいいよって言うの。私的にはそれすごい大好き。私が生きてるだけで嬉しい。うん？なんかそれはさ、なんかナナちゃんの旦那さんがすっごい多分。すごい心、海のように広いんだと思う。でもアグリさんもそんな感じじゃない。でもそれを言葉に言わない。なんか娘みたいな感覚になってくるね、それ。文化の違いの点では、結構いいことが多いかもね。次は、友人関係。まあ、彼の友人とかの付き合いみたいな。これ全然違うと思う、私。日本と台湾なんか。どう？めっちゃ、俺の友達はお前の友達みたいな。なんか友達と会うってなったら普通に一緒来るでしょみたいな感じで。そう、前提ね。例えば今日ナナちゃん初めて私の旦那さんね、アグリと会ったんだけど、なんかもう最初から私ナナちゃんと会うんだ、家に来るんだって言ったら、あ、じゃあレストラン予約していくね、じゃあ向かい駅まで迎えに行こうみたいなって言って、日本だったらささすがにその迎え行った後なんかカフェ行ったんだけど、そこには来ないかなって思うじゃん、うん、でも当たり前かのように、うん、いや俺も行くけどみたいな感じなんだよね。あとなんか私の旦那さんもそうなんだけど、なんかナナの友達はなんかナナをなんかすごい大切にしてくれてる子なんだから、僕たちもなんか僕もなんかナナの友達のこと大切にしてあげたいみたいな。待って、同じこと言ってる。だからアグリさんもさっきなんかご馳走してくれたし、そう、なんかアグリもそのせっかく台湾で日本の友達と会うんだし、そのことをすごいあの仲良くしてほしいから、そうそう、保護者も友達を大切にしたい。保護者なの？みんなそうなの？本当に気になる、みんな何なのこの人間性。そう、何なの教育？そう、小さい時からの、で日本だと多分気まずいみたいな、俺いいわってなるよね。行ってきまーってなるよね。女性ってどうなんだろう、台湾の。ここだけ彼氏連れてくのかってこと。そう、どうなんだろうね。その女性が見ていれば教えてください。